ブロックビルは、カナダのオンタリオ州東部、リーズ・グレンビル連合軍に位置する都市。セントローレンス川流域のサウザンド・アイランズにあり、サウザンド・アイランドの町、シティ・オブ・ザ・セン・アイランズとして知られる。キングストンとオタワの中間に位置し、オンタリオ州内では最も歴史ある古い都市の一つ。都市の名は、英国軍総司令官であった、アイザック・ブロックに由来する。 1784年にアメリカ独立戦争でイギリス国王ジョージ三世の側である英国王党派がオンタリオ州のこのエリアに逃れてきたことが最初の入植となる。1776年から1783年まで続いたイギリスと13のアメリカ植民地の争いはニューヨーク州やバーモント州などの王党派を大きく分断することとなった。 イギリス軍が降伏したことで戦争は終結したが、13、植民地州が独立しても、王への中誠を地高王党派は存続し、彼らは厳しい報復と権利剥奪の対象となった。多くの王党派は北部のイギリス植民地であったケベックへと逃れた。これより西の地域はアメリカ独立戦争の後難民として逃れてきた。 英語話者の難民が開拓していくことになる。ブロックビルを流れるセントローレンス川の名は1700年代にキリスト教徒の巡教者セントローレンスを追悼するフランス人探検家によって名付けられた。昔、フランス人探検家にとって、この川の北岸にある小さな入り江が天然の休息地となっていた。王道派が最初にこの地に移ってきたのは1785年で、 1810年頃に村はアッパーカナダによってエリザベスタウンとして組織された。1812年に村の住民は周りを囲む隣町エリザベスタウンと異なる名前にすることを提唱し、1812年から1814年まで続いた米英戦争でアッパーカナダの英雄と救世主として称えられたイギリス軍総督アイザック・ブロックの名を取って、 ブロックビルと呼ばれるようになった。1830年、ブロックビルの人口は1000人を超えるようになり、1832年1月28日には、オンタリオ州で自治を持つ最初の町として組織された。これは、トロントより先んじて2年早い。町はこの地方の中核として機能し、1800年代、造船や革製品、ブリキ、鋳造、醸造所、 ホテルなどの産業が栄えた。1855年、ブロックビルは新しく開通したモントリオールとトロント間を結ぶブランドトランク鉄道の中継ポイントに選ばれた。同時に、ブロックビルオター鉄道がオタワ渓谷からセントローレンス川へ材木を運ぶ交通機関として建設された。この鉄道の路線には、 ブロックビルにカナダで最初に作られ利用された鉄道のトンネルがあり、1854年から1860年までの期間をかけてトンネルが建設された。現在もこのトンネルが残っており、観光客が中に入って体験することができる。1962年に市政へと昇格した。カナダの都市でも数少ない紋章の入った市の旗を持つ。扇風機のカナム 石油プラントのシェルカナダ、化学製品のインビスタなどの大企業が入っている。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツ4ブロックビル。2008年5月20日閲覧。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツ4ブロックビル。2008年5月20日閲覧。ありがとうございます。